第3の魅力、トガンジュン、急ぐに怒りをあらわに、君にとって僕は何？この記事にはドラマのストーリーに関する内容が含まれています。写真イコール JTBC 第3の魅力、放送画面キャプチャーとガンジュンが7年ぶりに再会した急ぐに起こった。韓国で5日に放送された JTBC ドラマ第3の魅力、デジュニョン、ソガ、ジュン、ワヨンジェ、イソムと一緒にお酒を飲みながら悪酔いした。ヨンジェが悔しそうにお酒を飲むジュニョンに、たくさん変わったね。大人になった、と笑ったのがきっかけだった。ジュニョンは、僕はその時、君に電話をかけようか、会いに行こうかあんなに戸惑ったのに。7年間一度も連絡しなかったくせに都合のいい時に何気なく呼んで。何気なく笑って、僕の名前を呼んで。君にとって僕は何なの？と吐露した。ヨンジェはジュニョンへの恋しさを隠したまま、その時はただ、仕方がなかったの、と苦笑いを浮かべた。